ボリス・ポドリスキーは、ロシア出身のアメリカの物理学者。ポドルスキーは、ロシア帝国、タガンログのユダヤ人家庭に生まれた。1913年に、米国に移住して、南カリフォルニア大学で、電気工学を学び、卒業後は、米国陸軍に入隊した。除隊後、南カリフォルニア大学で数学の修士号を取得した。1928年に、 カリフォルニア工科大学で理論物理学の博士号を取得した。ポドルスキーは国家研究評議会フェローシップの下でドイツのライプツヒ大学を経て1930年にカリフォルニア工科大学の教職に戻りプリンストン高等研究所で研究した。1935年にシンシナティ大学の理論物理学の教授に就任した。ポドルスキーは 1935年に、アルベルト・アインシュタイン、ネイサン・ローゼンとの協調で、ギャン・クアンタム、メカニカル、ディスクリプション・オブ・フィジカル・リアリティ・ビー・コンシダード、コンプリート、と題する論文を発表し、その中で、アインシュタイン・ポドルスキー・ローゼンのパラドックスを見出した。ありがとうございます。